YouTube、どうもるです。今回は自分も先日購入しましたサムソンの新型フラグシップタブレット Galaxy Tab S7 Plus の発売が Amazon の方でスタートしましたのでご紹介したいと思います発売がスタートしたと言いましてもこの製品は国内向けに発売されたモデルではなく海外モデルとなりますのであくまで今回販売されているモデルにつきましては並行輸入品となります とはいえ、一週間前までこの Galaxy Tab S7 Plus は EatRen など一部の海外スマホやタブレットを販売しているサイトでしか販売されていませんでしたが、今回やっとこの Galaxy Tab S7 Plus が Amazon でも購入できるようになりました。何度かこのチャンネルの方でもご紹介していますが、改めてこの Galaxy Tab S7 Plus というモデル、どういったモデルなのか、まずはスペックからご紹介します。今画面に表示するのがそのスペックになります。 なお、この Galaxy Tab S7 シリーズというのは今回2つのモデルが発表されており、まずは今回ご紹介する最上位モデルの S7 Plus という型番の最後にプラスのつくモデル。そしてもう一つはプラスのつかない Galaxy Tab S7 というモデルになります。CPU は両方ともスナップドゴン865プラスを搭載しているものの、ディスプレイやバッテリー周りなど、最上位モデルの Galaxy Tab S7 Plus の方が よりハイスペックな構成となっています。今回 Amazon で販売がスタートしたのもこの S7 Plus の方になります。CPU につきましては先ほどご紹介した通り、スナップ g o ン865プラス。ちなみに余談ですが、昨年まで販売されていた Galaxy タブにつきましては、プラスのつかない800番台の CPU が採用されていました。RAM につきましては6ギガまたは8ギガ。ROM は128ギガまたは256ギガ。 または512ギア。ディスプレイは12.4四一の有機 EL ディスプレイになります。解像度は 2800×1752 ドット。カメラにつきましては、背面のアウトカメラがデュアルレンズとなっており、1300万画素の標準レンズ、500万画素の広角レンズという構成になります。インカメラにつきましては800万画素。バッテリーは 1090mAh。OS はアンドユーテとなります。 現在販売されている多くの Android タブレットと異なるポイントとしましては何と言ってもとにかくスペックが高いところで他のメーカーはタブレットにほとんど採用するこらのない800万台の最もスペックの高い865プラスが採用されていますその他バッテリー容量につきましても1万 mAh を超える 190mAh とタブレットの中でも特に大容量のバッテリーを搭載していますさらにディスペイにつきましても有機容量を搭載し 本来 u 機 e l ディスペイというのは画面サイズが大きくなればなるほどコストがかかるんですがこの製品は12.4インチと大画面にもかかわらず u 機 e l が採用されています一方今回詳細はご紹介しませんがモデル名の最後にプラスのつかない方の Galaxy Tab S7 につきましてはバッテリー容量も 2000mAh8000mAh はディスプレイも u 機 e l ではなく液晶ディスプレイとなっています そして今回 Amazon で販売がスタートした Galaxy Tab S7 Plus 現在の最新の価格としましては123,900円となっています。なお、このモデルのスペックにつきましては、RAM が 8GB、ROM が 256GB となります。ですので最もスペックの高い構成、8GB、512GB のモデルではありませんが、ROM として 256GB もあれば十分かと思います。特に iPad ではありませんので、 マイクロ SD カードにも対応しており、対応している最大容量としては 1TB となっています。もし 256GB で足りない場合は、マイクロ SD を併用するといいかと思います。なお、実はまだこの製品販売されたばかりではありますが、すでに発売当初よりも値下がりしています。発売当初の価格としましては、136,900円でしたが、最新の価格では12万5,000円と、すでに1万円も安くなっています。 実は本来のこの製品の価格はもっと低価格な価格で海外では販売されているんですがまだ発売直後ということで123,900円とやや高い価格になっていますなるべく安く買いたいならばもうしばらく待ってから購入するとさらにこの価格から値引きされると思いますのでもっとお得な価格で購入することはできます先ほどからとにかくスペックの高いモデルということをご紹介していますが実際のところはスペックはどのぐらいなのか 先日の動画でもご紹介しましたが開封した際にアンツッツのベンチマークや動画の書き出しも行っていますので改めてそちらの様子もご紹介しておきたいと思いますまずはアンツッツのベンチマークを行った様子をご紹介します結果としましてはこんな感じ総合スコアで58万232ポイント詳細を見ていきますと CPU が16万 GPU23 万、メモリ9万6000に UX8 万9000となっています。総合スコアもさることながら、特にスペックが高いのが GPU で23万点と20万点を大幅に超えています。つまりこの製品、タブレットではありますが、ゲーミング用の端末としても十分パフォーマンスを発揮できるモデルとなっています。特にゲームによってはスマホの小さな画面でプレイするよりも、 タブレットの大画面でプレイした方がプレイしやすいというゲームはただありますので、なるべく大画面の方が快適にプレイできるゲームをプレイしている方にとっては、こういった製品にとてもありがたいかと思います。ただ、少し残念なポイントとしましては、このタブレットを購入する少し前に購入しましたこちら、ASUS の ROG Phone3。この ROG Phone3 で同じようにアンツッツのベンチマークを行った結果がこちらになります。実は ROG Phone3 では、 62万8000ポイント、約63万点のスコアをマークしています。同じスナップドゴン865プラスを搭載しながら、63万点と58万点というかなり大きなスコアの差が開いていますので、個人的にはもっと高いスコアをマークしてほしかったんですが、ただ高いスコアをマークするということは、その分バッテリーの消耗も激しくなりますので、 実用性を考えますと、この Galaxy Tab S7 Plus の処理の仕方の方が扱いやすいとも言えます。さらに、実際にアプリを動かした場合のパフォーマンスはどうかということで、KineMaster による動画の書き出しにつきましても検証していますのでご紹介したいと思います。なお、この検証を行う際は r o c i o n 3と同時に検証を行いました。10分のフレッチ動画の書き出し時間で各端末、どれぐらいの時間がかかるか計測しています。 そして、その結果ですが、とにかく早かったのが R143 の方で、10分のフル HD 動画の書き出しに1分22秒しかかかりませんでした。これは、これまでに自分が購入したスマホやタブレットの中でも断トツで早い結果になります。一方で、今回 Amazon で発売がスタートした Galaxy Tab S7 Plus の方ですが、10分のフル HD 動画の書き出しにかかった時間が2分20秒となっています。 この2分20秒という時間はスナップドラゴン86個、要はプラスのつかない方の86個を搭載したスマホなどと同じぐらいの時間になっていました。ですのでせっかく今年のモデルは86個プラスという800万台のスナップドラゴンの中でも特に高いスペックを持った CPU を搭載していますが、実際のところパフォーマンスとしましては86個と同等の結果になっています。とはいえ動画編集において ROTHON3 と Galaxy Tab S7 Plus どちらの方が快適に行えるかと言いますと当然ディスプレイサイズの大きな Galaxy Tab の方が圧倒的に快適に動画編集に使えますので一番時間のかかる動画編集の作業時間につきましては Galaxy Tab を使うことによって大幅に短縮することができますのでトータルで言うならば Galaxy Tab S7 Plus の方が動画編集に向いていると言えます ということで、とにかくハイスペックなサマソンの最新のフラグシップタブレット、Galaxy Tab S7 Plus が Amazon の方でも発売がスタートしましたのでご紹介しました。価格につきましては、Android タブレットの中ではかなり高額で10万円を超えているものの、その分高いパフォーマンスが期待できますので、もしハイスペックな Android タブレットが欲しかったという方は今回購入してみるのもいいかと思います。もちろん注意点としましては、 現在販売されているモデルは海外モデルになりますので技的についてなどその辺のことをよく理解した上で購入する必要がありますなお今回ご紹介しました Amazon の Galaxy Tab S7 Plus 販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っておきます現在はまだ在庫はあるようですがこういった製品が割と早い段階で売り切れてしまうということもありますのでもし購入を検討されている方は一度在庫があるかどうかチェックした上で購入を検討するのがいいかと思います その辺の最新の在庫状況など気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。